皆さんおはようございます。ラスキーです。前回ね、このモーターね、ルマンの、19.5 ターンから 15.5 ターンに変えたよと、その時に、新格調整で、これの KV 値と RPM を測ったんですけど、使い厳しいのモーターですから標準よりは劣るんですけど、それでも走るだろうっていうところですね。それで今回はどうするんだということで、この中に入っているダンパーオイルですけども、現在、タミヤの300番が入っています。これ前後ともね、これを、今回は、強襲の500番、これはギアに入ります。そして、450番、これをフロントに入れて、調整したいと思います。なんでこれ500番なんだってことなんですけども、オイルっていうのは一年中同じオイルがいいかっていうとそうでもなくて、夏場と冬場ではオイルを変えた方がいいんですよね。これは僕の経験上なんですけど、夏は暑いじゃないですか。だからね、オイルが足りやすいんですよ、同じ粘土でもね。だから500番っていうのを使います。それでも、冬場の寒い時には300番っていうふうに、僕は書いています。450番っていうのはフロントね、若干フロントは柔らかくしたいっていうのがあって450番を今回使います。この、アルテマに、スタビライザーは取り付けられればいいんですけど、探したところそういったものはないので、もしかしてあるのかもしれないけど、スタビライザーがないということで、このね、とりあえずダンパーを組む前にこのサスペンション、これが、スムーズにこうパタパタ動くかっていうのをまず前提にして、言います。フロントもそうだね、よいしょっと、フロントもこう手を離す時に、何の抵抗もなく動いてると。何がどうなってるって、ここのね、シャフトがあるじゃないですか。そこのシャフトがね、曲がったりしてるとこの動きが良くないんですよ、ね。せっかくダンパー外しましたんで、ここのシャフトの動きも確認します。アルティマの弱点としてはここのシャフトだね。ここにシャフト通ってるんだけど、ここがね、何回か走っていくと歪んでくるんでね、そろそろこのシャフトも交換するべきだろうというところです。シャフトの交換と同時にベアリングも交換した方がフロントはいいよというところです。はい、ラスローでいかがでしたかね。今日が金曜日、明日が土曜日曜ということで、この、土日にまた、例のところで、ちょっと走らせてみたいと思います。走らせるのもね、僕はいつも夏場涼しいうちに走らせたいと、暑い中我慢してクラッシュコンするのは僕の性分じゃないんです。だから夏はね、涼しいうちにラジコンして、暑くなったら、自分家で、この、ビールを飲みながら、過ごしましょうっていうのが僕の夏の過ごし方、なんです。そういうところで今回これで終了です。お疲れ様でした。さようなら。